どうもマルベリーです。星のドラゴンクエストを実況やっていきましょうということで、精霊襲来3月14日13時59分までということなので、本日3月13日、明日ですね、最終日ということなので、いつも通り最終日企画収録していきましょう。まあ、今回の縛りをちょっと紹介させていただきます。装備はですね、今回精霊炎流装備のみでございます。だから盾がない、そして下もない状況でございます。まあ、ちょっと武器についてはやりながら説明させていただきたいと思いますが、まあ、全員ですねこの装備になっております。で、見た目もね全員同じでございます。で、武器については、一応ですね、今回炎、火炎、そして補助呪文縛りという形ですマモマスでルビードラゴンを手玉に取ろうと、どっちの炎が強いんだというね、企画動画にさせていただきたいので、なのでですね、賢者杖とか、あとは魔眼杖とかですね、いう武器で、揃えていただいてます。で、食べ物はスラマンですね、スルマンセットでございます。動画はこんな感じでございます。行きましょう。出発進行。いやー、楽しみでございます。マモマスでね、ルビードラゴンちゃんをね、手玉に取ってやろうというね動画でございます。で、全員魔物マスターで、やっていきます。で、このようにですね、まあ、メラゾーマともう補助呪文補助呪文の量どんだけ補助呪文あんだよ。まあ、今回の動画のこう訴求ポイントといいますか、まあ、テーマ性としてはですね、まあ、回復がね非常に重要な、ダンジョンなので、まあ、どうしてもね回復がまあ頻繁に使われるタイミングがあるので、まあ、そこを見ていただきながらも、あとは炎系ですよ。どっちの炎が強いんだ、ルビードラゴン、お前の灼熱やメラガイアの方が強いのか、それともこのみんなで力を合わせたこのパーティーの炎の方が勝つのかよくわかりませんが、ちょっと待って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 、回復間に合わねえ死んじゃったー、キキさん、ちょっと早いよちょっともう回復してこ、すぐ回復しないと。時々バッハ発動、これ今回の精霊炎流装備ですね。で、まずはメロゾーマ、104、いまいちですけどね、相手が炎系に耐性強いんでね。しかもこれあれですね、魔物マスターなんで、そんなに攻撃魔力も高くないっていう状況でございますが、まあまあまああれですよ、一人のね力よりみんなの力の方が強いんだってことをね教えてやりますよよくわかんないけどさあ頑張りましょう。基本的にはこのメラゾーマ通常攻撃、そして火炎の部ですね、これらを駆使して戦っていきます。時々バンハ、足尾力ダウン入ってんな。まあって言っても防御ができないんでね、回復火炎の息、そう、そしてねマモマスをね今回フューチャーしてますが、行きましたよ火炎の息。この火炎ブレスがですね、こうギャンブル性があると言いますかね。最後煉獄出しちゃうんじゃないの、あぶねえ、ちょっとこれ灼熱、まあ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 、まずは灼熱、ありがとう、いいですね。この回復連携がね非常に重要です。あキキさん間違って雫打った間違って雫打っちゃったけど、まあまあまあ全開できたからいいでしょう。やばいよ、結構食らってるよメラゾーマ、そして凍える風景が来る。ちょっと待って、これ HP を回復しといた方がいいな、アルトさんがやばい、凍える吹雪にフバーハ打てるのか。今回私はねベホイミフバーハ魔法バリアで来てますね。おっと、同期中になっちゃったよ、大丈夫だよね、落ちないでよ、 OKOKOK いい感じだ。でアモールを自分に投げておこうかな。で、これタイミングがね重要です。凍える吹雪が来る、この直前でフバーハを叩く、やばい、たげられちゃった。で、これでいいですね、吹雪が来てフバーハでね軽減できてますからね。軽減できてたのか今、ナイス魔法バリア、しかも2段階上げ、これいいですよ、ナイスナイス、いいね。回復ほら、このね回復がこのダンジョンで非常に重要ですね。しっかりね回復さえしとけばね、ほらこの回復連携、一気に全員全回復、
で今回魔物マスターね、神砕きが持ってますけど、神砕きは使わないっていう状況でございます。もう火、炎のみでね、こいつをね、燃やし尽くしてやるって。魔物マスターでの、ルビードラゴン手玉に取ってやるっていうね、どっちの炎が強いんだっていう企画でございます。元気出していきましょう。さあ、灼熱が来る前に、これ、キキさんに、特約投げれるか。あー、まあ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 、耐えれるでしょ。よし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 。あ、シュンシュンさんがあれか。体勢下がってるから。結構痛いね。この後回復しないとやばいよ。ありがとうありがとうありがとう。で、どうしようかね。HP 減った人に回復。いやー、たた耐えていくよ。さあ、ちょっとコンボ合わせたいですね、ここら辺で。ああ、雫投げちゃった。みんな雫もう序盤から使っちゃってんな。まあまだあと2個あるから大丈夫でしょう。おたけびが、はい、今回ね、マンを持ってきてるんでね。まあちょっとマンを持ってくるのは反則なんですけどね。まあちょっとかなり縛りがきついんでね、もう、ルビードラゴン自体にね、炎がね、効かないんでね。さあ、ここコンボ決めたい。いいえ。メラゾーマからの、何が出る？火炎の息。煉獄出ませんね、なかなか今回。煉獄を出したいね。さあ、これは、誰か合わせられるか、合わせられないね。ちょっと、回復専念しよう、ここは。アルトさんにベホイ、みー、あぶねー。よしよし。で、これまた、フバーハ合わせたいね。凍える吹雪に。自分にアモール。ドキドキバーハー。これは通常来てからの、おそらく、大丈夫か。このタイミングだ。よし、波動をね、ちょうどかわして、しかも打ってますからね。ほら、完璧。完璧なこのスキルを作る、使うタイミング。これ、凍える吹雪に対して耐性がついてるのかどうかちょっとわかんないね。いまいちって表示されないから。さあ、火炎のブレス、メラゾーマ。これ、コンボ入るね。コンボ決めたい。コンボを決めていきたい。ベホイミが挟んちゃうかな。火炎の息かよ。激しい炎かよ。メラゾーマいいね。でシュンシュンさんあたりを回復していきたいね。いいね。でアルトさんち回復で、キキさん、あ、俺だった。あっぶねー、全然見てなかった。でこれ俺に自分で特約、灼熱が来ちゃうからね。よし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 。で、灼熱にフバーハは合わせられなかったけど、まあしょうがない。で、これ灼熱受けた後に HP 減ってる人、シュンシュンさん次回回復、アルトさんも次回復、じゃあ自分だな。よしよしよし、いいぞいいぞ。メラゾーマ。やべ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 。なかなか削れない。メラゾーマ。ベホイミ。これ自分にアモールかな。いや、マルトさんにアモール。よし。メラゾーマ合わせる。おたけびは見せるでしょう。いいね。ただ俺体勢減ってるからな。あー、ありがたい。ありがとう。いいねだった。まあいいや。ナイスコンボ。いいよいいよ。いやー、神砕き使いたい。やべ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 、アルトさんが。やべ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 、シュンシュンさんとアルトさんが。この回復は誰だ。よしよしよし。もうちょっとなんだよ。もうちょっとなんだ。吹雪はまだ大丈夫だね。ちょっともう、雫はね、ラストゲージに取っときたいからね。まあしかもまだ一回キキさんが最初に死んだだけだから、ワンチャン死んでも葉っぱがあると期待しよう。よし、ここ合わせよう。合わせてコンボで。しかし凍える吹雪も来るな。削れねえ、なかなか削れねえ。また凍える吹雪やふわ入れていきたい。まだだまだだまだだ。ここだ。やべ、雫使う。
雫使う。よしよし、ふわはも間に合って、で吹雪受けた後に雫、よーしよしよしよし、完璧。これ耐えて雫を俺がなかったよ。完璧完璧で、残り1個残ってるからラストゲージまでなんとかこの状態で突っ込みたい。でも結構あれだな。ちょ、火炎何出た。ハゲホノか、ハゲホノ灼熱いいね。さあここでメラゾーマーを合わせる。合わせらんなかった。いやまあ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 、メラガイアを、よしよしよし、耐えてる耐えてる、いい感じだ。ベホイミキキさん、よしよし、いい感じいい感じ。よし、ここ火炎ブレスト、シュンシュンさん、あーベホイミ打っちゃったか。灼熱に合わせられない。俺もう何もない、回復が。ここは回復優先でいかないとまずいか。まあここワンチャン私死んでも、あーモールありがたい。よし行こう、合わせよう。まだ溜まってなかったか。よしよしよし、いい感じだ。よしよし、でこれラストゲージ入ってダメージなんとか受け切って、どうなる。アルトさんが、これね、キキさんが耐性減ってるから危ないんだよね。キキさんを回復するわ。キキさん回復して、オッケーオッケーオッケー、いい感じ。でこれをメラゾを合わせていく感じだね。オッケー、よし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 、吹雪はまだ大丈夫。よし、ここはメラゾ合わせてラスゲに入るかな。ハゲホノか、まあ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 、メラゾーマいいよ。よし、で凍える吹雪食らったらだね。凍える吹雪を食らったらあれですね。これメラガイアどのタイミングで来るんだ。よしよしよし、で回復はベホイミが耐えれるか。よし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 、で吹雪が来なかったね。煉獄出た、このタイミングで煉獄がでかい。灼熱、ハゲホノか、やばい、 CT が溜まってない。かなわぬをもう受け切るしかないんじゃないか。これは受け切って雫じゃない、ラスト雫、誰が持ってるか分かんないけど、てかラスト雫あんのかな。フバー打っとけよかった、やばい、よし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 、耐えてる。ちょっとアルトさん葉っぱ投げた、これ誰か雫持ってんのかな。雫あった、おお来たよしよしよし、もう死闘だ死闘もう総力戦だ。よし、これでメラゾー合わせて抜けるか。メラゾーマ3、2コンボ、3コンボ、まだだ、もう一回かなわぬ受けられねえよこれちょっと待って、メラゾーマたまる、メラゾーマで、いやーでもきついかな、抜けるかな、頑張れいけ、うわーあと一発、よっしゃ勝ったお疲れいやー魔物マスターでルビードラゴンの手玉に取ってやりましたよ。
どっちの炎が強いんだ、俺らの炎の方が強かったってことでね。はい、ルビードラゴン精霊竜、最終日でございます。残りね、新竜鍵とかもね、貴重な鍵がドロップするイベントということでね、残り1日みんな、周回頑張ってくださいということで、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。あ、待って、ドロップはまさかの新竜鍵とかないよね。まさかのね、ないっすよね。はい、ないよねー。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。